エネルギーナビゲーター大畑はるみがお送りする2018年年間のオラクルカードリーディング。今日は、お羊座に太陽、月、アセンダント、もしくはお羊座にたくさんの、星をお持ちの皆さんへのメッセージです。はい、皆さん、お待たせしました。2018年明けましておめでとうございます。 US は今日元旦なんですけれども、ちょっとこれから頑張ってですね、12サインのオラクルカードリーディングを今年もお届けしたいと思います。今回は2018年1年ということで、これからのオラクルカードを、これからの1年を皆さんの何か指針になるような、メッセージとしてですね、引いたんですけども、今回使用するカードは、年末に随分またいろんなカードを私購入したんですけれども、その中で一番これという今回ね、2018年のオラクルとして引きたいなと思ったのがこのカードなので、これにしました。これはですね、ソニア、これクロケットさんって読むんですかね、サイキックの方なんですけど、トラスト・ユア・バイブという、オラクルカードを使います。そして、もう1枚ですね、最後にヒーリングカードとして Wisdom for Healing カードという、ですね、キャロリン・ミスさんという方いらっしゃるんですけど、その方のカード、アーキタイパルカードをよく私使うんですけど、これの新しく使ったこのヒーリングカードから1枚、もう1つの何かアドバイスとしてヒーリングのアドバイスを1枚引いています。はい、それでは、早速お羊座入っていきたいと思うんですけれども、スプレッドはですね、毎回私が毎年オラクルカードリーディング年間のしている同じ、スプレッドで読んでいます。まず第1名のカード、これね、これ皆さんの現状です。で、Expect the best というカードが出ています。21番のカードですね。綺麗ですよね、これね。さあ、Expect ということは期待するってことですけれども、最高のものを期待していきましょうというカードです。そして21なので、これかなり素敵なワールドのカードですよね。お羊座の皆さんは、今年はかなりエネルギーが変わってきます。これは、また後々有料ウェビナーでですね、去年の12月の19日だったかな、土星が、いよいよ山羊座にイングレスしてですね、で、これからの2年半、3年、今回はね、山羊座にいるんですけれども、2020年の終わりにですね、木星と一緒になって、水瓶座に入っていきます。これ本当にこれからの3年、2年半はすごいパワフルなんですけれども、そのエネルギー、そして今年は火星がね、逆行します。2年ぶりに。ね、で、その火星はおひつ座のルーラーですから、そして、アウトバウンドといってですね、ちょっと軌道がすごく遠く、なんていう、傾きがすごく強くなるんですね。だから、今年はとても火星が激しいです。だから、そんな意味でも、おひつ座の皆さん、そして、天王星がずっとですね、確か今日あたり、もうすぐ巡行に戻ります。ですから、巡行に戻って最後の羊座の度数をずっと行きますので、去年のずっと後半ずっとね、24度、5度、6度あたりにいた天王星が、毎回毎回26度あたりで新月になりましたから、毎回アスペクト取ってたんですね。トラインになったり、スクエアになったり、インコンジャンクトになったり、オポジションになったりと。だから、相当いろいろあったはずです。私も含めてそうでしたね。で、5月にですね、天王星が、いよいよおうし座に移っていきますので、エネルギーが本当にシフトしてきますから、今までこう最後のところでいろんな目覚めなさいというチャレンジもあったと思うんですけど、でもある意味エキスパンションというかね、こう拡大してやっていこうというエネルギーももらった方たくさんいると思います。ですから、今とても大事なことは、いいですか？ハイヤーセルフとかガイドからですね、具体的なディバインなガイダンスをね、しっかりともらえる時なんです、皆さん。ですから、毎日毎日きちっとですね、こういう状況にいる時は、とても大事なことは、もう一番自分が望んでいる夢。ハートのデザイアです。
だから、本当に自分らしく生きるということを制限なしに、ね、私たちともするとこういうふうに生きたいけど、でもどう、そ、あの、そんなの無理だよなというふうに自分でディスカウントしてしまいがちなんですね。無理って思った途端にそこは入り口が閉ざされちゃうんです。だからもう思いっきり今までのそういう条件付けしたものとか、自分を制限している考え方をしっかりと受け取った上で、その恐れを手放して自分のハートの中に真空ができるんですよ。レッドゴーすると、その真空ができたところに宇宙は真空を嫌いますから、スッと物が入ってくるんです。だから今牡羊座の皆さんは本当にこれから皆さんが大きく夢を持ってこうやって生きようとしたところを具現化していくエネルギーに変わってきます。だから今この21はワールドのカードですよね、タロットでいくとね。だから今の皆さんの状態はとにかく本当に自分が実現したいものだけにフォーカスしていきましょう。意図をしっかり持つことです。少しでもどうせ無理だとか難しいとかそんなのはと思った途端に、その難しさを私たちは具現化してしまいます。宇宙は私たちが望んだ波動に合わせたものが来るので、今本当にこの1年牡羊座の皆さんは、この非常にパワフルな波動バイブレーションをこう具現化できるエネルギー来てますから、リスクを取りましょう。そしてベスト、もう本当にグッドバイブレーションで必ずそれが実現するんだということを信じて生きていく。そこが今の立ち位置です。ね、だから、この間の今日満月ですけどね、満月の動画でも皆さんにお伝えしたんですけど、答えを外側に求めないこと、皆さんの内側の特にこのハート、なんで私が今回このね、トラスチュアバイブのこのカードがピンときたかというと、やっぱりこのカードを持つとハートにグーンと私来たんですね。で、このハート、このカードの表紙、こういうカードなんですけど、やっぱり本当に今年は、自分に正直に自分ができの影の部分も全部受け入れた丸ごと自分らしく生きることを許していける年にしましょう。それが、長い目で見て本当にこれからの3年間の大きなシフトしていける時代で、を最高に使っていくヒントになると思います。はい、で、オブスタクルのカードとしてね、この expect the best という状態に、まあ、それを自分が本当にこうしたいというベストなものをしっかりとフォーカスして生きていくことがとても大事なんですけど、それをちょっと妨げてしまうようなエネルギーとして、You are the boss というカードが出ています、48番。で、これはどういうカードかっていうと、あなたがボスですよと、あなたが上司というかね、あなたがボス。これどういうことかというと、このカードが出てる時のメッセージは、まあ48なんで、これもね、10人なんですよね。21も3ですよね、2たす1は。これ48は12になって、12は1たす2になるので3になりますよね。両方とも非常にクリエイティブな、エネルギーなんですけれども、この You are the boss というのは、やっぱり第六感みたいなものをね、これからどん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 使っていく時に、とっても大事なことは、私たちはいつもいつも自分で自分の人生を切り開いていくときに、決断をして、チョイスをして決めていかなきゃいけないんですね。で、その時にとても大事なことは、自分で決めるということが大事なんです。ね、他の人の意見とかをついつい自分に自信がないもんだから、他の人にこうどうだろう、ああだろうって聞いて、そして第三者の人からアファメーションじゃないけども、なんていうのかな、バリデーションって英語で言いますけど、確認を取るようなことに頼りすぎてしまうと、結局ね、自分で自分のことを責任取っていくということの訓練ができないんですよ。で、これはこれこ今年ね、牡羊座の方はいろんなことを判断して先に進まなきゃいけないことが起きてきます。特に牡牛座に天王星が7年ぶりに入っていきますから、
今までのこうエクスパンションで外に行ってふわーってこんな風に行きたいなって思うのを今度具現化していく、体を使ってしっかりと五感を使いながら具体的に具現化していくエネルギーが知のエネルギーですよね。だからしっかりとハートの声を聞いて宇宙のエネルギーを聞いてという時に、ついついこう不安から他の人の意見、親だったりご両親だったりお友達だったり、パートナーだったり兄弟だったり分かりませんけども、もしくは誰かのコンサルテーションを受けるのもいいんですけれども、でもそこで何て言うのかな、何て言うのかな、他の人の合意を取って、その合意のもとに自分の本当のハートの気持ちよりも他の人が、でもこう、やっぱりこっちの方がいいんじゃないの、そんなのは未熟だし、なんだかんだっていうような意見にそうかなと思って言ってしまうとうまくいかなくなるエネルギーなんですよ。だから、自分の波動を信頼しましょう。ね。で、やっぱり自分の波動を信頼して自分のハートの声を直感で信頼していくっていうのは実は怖いんですよ。失敗したらどうしよう。失敗するのが嫌ですからね。やっぱ失敗することを私たち非常に恐れてるんですね。だけど失敗はないんですね、ある意味長い目で見たら。やっぱりそこから学びしかないわけだから、やっぱり特におひつじ座はね、パイオニアのエネルギーですよね。今コンシャスネスアストロジーを取ってくださってる皆さんはおひつじ座、去年12月に皆さんにお伝えしましたけど、今週また、6日に今度おうし座に入ってきますから、ここでおうし座のエネルギーはどんなものかっていうのをこれから皆さんにもお伝えしていきますけれども、確かに自分の人生を自分で全て責任取るのは怖く見えるかもしれないけど、他の人に自分の人生をこうマネージして経営してもらう方がもっと怖いと思いませんか？ね。だからやっぱりね、ね、勇気を身につけていきましょう。ね、そして、テイクチャージという語で言いますけれども、なんていうかな、自分でよし行くぞというふうにですね、決めていく、そこがこれから前に進んでいくとても大事なキーポイントになると思います。ただし、これがオブスタクルで出てるということは、おしし座の皆さんは多分これからそう決めていくときにどうしても不安になって、前に進む前になんかいろいろなこう、なんていうのか、直感よりもいろんなことで情報に、を頼りにしがちになるので、何かこれから今年1年間何か決めるようなことがあったら、もちろん他の方とかいろんな情報を調べることも大事なんですけれども、最終的には自分のハート、よく自分と向き合う、自分の体の声を聞く、そこを大切にして生きていくことが大事だと思います。後でですね、こちらにですね、これを乗り越えていくためのヒントになるカードを引いてますので、ただしこれ全部4枚ね、逆位置で出てきてますから、やっぱりこれ大きな鍵になると思いますよ。ね、私も含めておひつじ座なので太陽が。はい。よく頭に入れてみ、ちょっとこのことを、しっかりと心に刻んで1年生きてみましょう。さあ、スピリチュアルレベルなんですけれども、スピリチュアルレベルでは、プレイのカードが出てきています。で、やっぱこれ11番ですからね、今年は11がとても大事なナンバーでしたね。今年のユニバーサルイヤーは2018年は 2+0+1+8 は11になりますから。で、今日の満月、蟹座の11度ですね。日本の皆さんは、おひつじ座11度がアセンダントです。ですから、今年初めてのフルムーンが、こういう状況ですから、やっぱり11とても大切です。で、私の太陽はおひつじ座の11度ですから、まあ、本当に私にもぴったり来るカードなんですけれども、プレイのカードが出てるときは、もう遊ぶんですよ。やっぱりおひつじ座の皆さんは、私も含めて、もうこの本当に7年間、もう自分のその太陽があるような方はね、自分の自我をもう一回目覚ませるようなことがたくさんたくさん起こりましたから、もういろんなことがあったと思いますね。で、やっぱり頑張ろう、決めたことなんだからやろうと言ってですね、私もそうですけど、こうついついですね、プッシュしがちになりますね。でも、こうハイヤー、もっとより高いこう意識、アウェアネスを、とか、いい波動をずっとキープするためには、本当に、真剣にですね、リクレーションとか、
時間、ダウンタイムの遊ぶ時間がとても大事なんですよ。だから私本当にね、今回スペインで、いろんな毎日毎日いろんな人と出会ってね、思いっきり仕事のことも忘れてね、何しろ Wi-Fi がなかったので、私の携帯は遅い LTE がつくんですけど、3G とか、もう遅くて遅くて、だからもう、もう本当に、インターネットは最小限で、過ごしました。おかげで思いっきり楽しみました。ね、で、それがとても大事なんです。なんていうのかな、常に常に坂を登っていくのを一生懸命プッシュして登ってばっかりいると体も疲れちゃいますからね。だからやっぱり人生、やっぱり山があり、休んでまたちょっと下り坂があり、上り坂がありという、いろんな、なんていうんですかね、バランスが大事ですよね。だから特にスピリチュアルレベルでプレイ出てますから、何か、定期的にですね、インターバルをとってですね、思いっきり遊ぶとき遊ぶ、ね、仕事とか何かやらなきゃいけないこととかばかりにフォーカスをしない、それがとても大事だと思います。特にこの You are the boss という時にね、自分のインチュイションを信じて直感でハートで生きていこうとすればするほど、やっぱりこのこう呼吸のね、こうぐっと力を入れる時とスッと緩める時のそのバランスすごく大事ですからね、思いっきり楽しむことは時間の無駄じゃないんですよ。ね、私たちが思いっきり楽しんでる時、私たちのなんていうのかな、魂はね、そこでリフレッシュしますからね。そしてリフレッシュすると、今まで見えなかった、こう、どうしてもこう力を入れてる時は近く近くでこう近視眼的になるんですけど、ふっと力を入れた時に、周りをパッと見渡した時に、今まで気づかなかった風景が見えてくるように、私たちは新しいパースペクティブ、視座を得ることができます。で、実は私たちがそうやってこう遊んで楽しんでいる時こそね、宇宙が代わりに私たちの後ろでですね、いっぱい働いてくれてるんですよね。だから、そのことを分かると、もう意識してですね、今年は遊ぶときは思いっきり遊ぶ、そして仕事をするとき、何か自分がこれと決めたことをやるときは思いっきりやる、そのメリハリをつけるのがとても大事だと思いますよ。ね、11というのはゲートウェイだし、バランスだし、ね、そしてパートナーシップも表しますよね。だから、もう思いっきり、心をオープンにしてですね、バランスを取ることで、expect the best もできるんだと思います。ね、ちょっとそのことを頭に入れて、今年1年、思いっきりですね、何かちょっと行き詰まったりするときは、思い切ってですね、あ、今日1日もこれは置いて、今日は思いっきり自分が好きだったことをやろうとか、ヨガをやろうとか、ちょっと1日旅行に行こうとか、温泉に入ろうとか、リラックスしてですね、なんかとても大切にしてるお友達に会いたくなったら会いに行ってもいいと思いますね。そういうことをすることでですね、きっとですね、より大きな何か宇宙からのサポートも入ってきますから、ぜひそのことを頭に入れて1年を過ごさせてください。そしてフィジカルレベルですけども、サウンドチェックが出てきましたね。これ12番なんですよ。だから前半21、12、12と12が12、3になる番号が多いんですけど、まあ、サウンドチェックですから、これ波動ですよね。音ですよね。ね。で、耳でサウンドチェックしてごらんってカードですけど、これはですね、どういうメッセージかというと、音というのは波動なんですよね、これもね。だから今とても大事なことは、皆さんが自分の周りのエネルギーに注意を払えば払うほど、あなたのこの英語で言うとね、クレイオーディエンスっていうんですけど、声なき声を聞き取る力っていうのがですね、だん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 身についてくるんです。皆さんのハイアーセルフの声とか、エンジェルとか、アーケンジェルとか、ガイドが私たちにいろんなメッセージをいつも伝えてきてくれるんですけれども、そのエネルギーということを意識して生き始めると、そういったものがしっかりと身についてきます。私も最初からそういうことを感じられたわけじゃないんですけども、まあ体質的にそういう体質もあるんですけど、
エネルギーを意識して生きるようにすることで、その分自分のエネルギーをね、やっぱり浄化します。だから、毎日水泳をするしね。でもそれのおかげで、すればするほど、今日も元旦へと言って、お寺で法要に出てきたんですけど、本当に、そうですね、すがすがしい波動とかね、すっきり感とかね、そういったことをこうメッセージとしてすごく受け取れますので、ね、ですから、今とても大事なことは、皆さんこれ日常レベルで来ているので、多分おしずさんの皆さんは今すごく忙しくなってきてるはずです。私もそうですからね。で、ついついこう、ガーッと前に進んでいくときに疲れてしまいがちですけれども、時々しっかりと深呼吸をしてですね、自分の周りのエネルギーにをしっかりとこうき、チューニングを合わせていくことをしてみましょう。そうするね。で、ですから、そうするためにはですね、やっぱりノイズ、雑音からは離れた方がいいんです。だから意識してですね、そういう自分の時間を作ること、そして何か世間話が悪いわけじゃないんですけど、誰かの噂話とか悪口を言ったりとか、そういう何て言うんですかね、あまりよくないバイブレーションね、荒い波動のところにいると、どうしても皆さんの感情とか感覚をですね、こう垂れ流しにしてしまいますから、非常に疲れてきます。ですから、やっぱり皆さんのガイドとかエンジェルの声をしっかりと受け取るためにも、やっぱりなるべく和合のあるね、環境に身を置くこと、そして自分のエネルギーもそういうエネルギーに、なんていうかな、を意識してですね、深呼吸をするなり、瞑想をするなり、ヨガをするなりしてですね、やっぱり愛で生きる、ね、愛でコミュニケーションを取る、ね、優しくハーモニーを持ってコンパッショネートで、そういうふうなマインドフルな生き方を今年は特に注意をすると、きっとですね、本当にガイドからの直感で何か自分がエクスペクト・ザ・ベストする時もですね、今これを決めるんだけれども、どうしようかなという時に、ちょっと時間を置いて、そうやって宇宙の声に耳を傾けて、自分のハイヤーセルフと話をしていくことをね、これから後でご案内しますけど、そのメッセージも出てるので、そうすることでですね、本当に、皆さんに一番ぴったりくるメッセージを私たちが直接受け取れるようになると思います。本当にこれね、大切なメッセージだと思いますよ。だからそのためにもしっかりと遊んで、ね、遊ぶ時は遊んで、メリハリをつけて、そして自分の声に耳を傾けて、周りの声に耳を傾けていくことを努めてみましょう。ね、さあ、そうすることでですね、この You are the boss という時の自分の、何て言うんですか、皆さんの、自分でものを決めていくのがどうしてもちょっと怖くなりがちなんですけど、ここを乗り越えていくためのヒントが4枚出ています。全部が逆位置なので、1枚1枚さささっといきますけど、1番目が Listen to your heart ですね、44番、これマスターナンバーですよ。もう本当にね、ハートの声に耳を傾けること、もうまず耳を傾けようと自分で意識しましょう。何か行き詰まった時は、とにかく何て言うのかな、行き詰まってる時はね、どうしてもね、マインドが先に行っちゃうんですよね。だからマインドはとても大事なんですよ。最終的に私はマインドでこうしようってセットをして決めていくんですから。でも、マインドだけが先走りすると何が起こるかっていうと、情報を取ってきようとするんですよ。そして情報の内容で、ああでもない、こうでもないって考えがちです。だから、情報の内容そのものにフォーカスをするよりは、もっと大事なことは、インテンション、意図。何をしたいか、具体的に自分が何をしようとしているか、そちらの方にフォーカスをしていきましょう。で、何か私たちが何かガイダンスが必要だなとか、もうちょっとちょっと自信がないなって思うような時は、目を閉じてしっかりとですね、深呼吸をしましょうね。ね、大きく息鼻でから息を吸って、口からハーッと吐いてみる。ね、ちょっとハーッとこう少し肩の力が落ちますから。で、ハートに直接意識を
当ててみましょう。そうすることでハートの声に耳を傾けることで、きっとですね、皆さんはこのサウンドチェックができてくると思います。はい、もう一枚ですね、スリープオンイットが出てきてます。5番ですね。はい、このスリープオンイットというのはその上で寝なさいっていう意味ですよね。これどういうことかというと、あのね、やっぱり時々いろんな問題があったりとかチャレンジが来たりすると、なんとかそれを解決しようとしてそればっかり心配してしまいがちなんですけど、いくら自分が心配して考えてやったところでどうにもならない時もありますよね。そういう時はね、特にそういうふうになっちゃってる時、あとすごく不安になったりとか心配になってる時、感情が激してしまいますよね。感情がすごい高ぶってもう本当心配でどうしようもないとかって、こういろんなことにどうしても敏感に感情が反応してしまう方もいますから、今特に今年は満月から始まりますし、11番ですから、そして2というのはね、11というか、なんていうのかな、マスターナンバー、非常に面白いナンバーなんですけど、まあ、その話はまたおいおいね、毎回の NG 食べてお話しますけど、11は 1+1 で2になりますから、2の受け取るエネルギーもあります。ただし1のエネルギーも持ってるんですよね。だから面白いんですけど、で、その月の影響が今年は非常に強いです。感情が非常に激しなかったりすることがすごく強くなりますから、その感情がすごく激しく触れた時はですね、やっぱりね、ハイヤーマインドというかね、高い気づきをね、ブロックしちゃうんですね。感情ばっかり揺れてしまうと。で、感情が揺れる時に抑える必要はないんです。感情を押し付けちゃいけません。あ、もう本当に今感情激してるなってことをまず認めましょう。そしてそういった時は、何かその激してしまったことをずっと抱えてても先に進まないので、そういう時はね、もう答えを望まないこと、答えを求めて苦しまないこと、その代わりにもうその問題からちょっと離れて悩みをベッドに持ってきなさいと。つまりもう寝てる間に高い宇宙のこのディバインな力にはね、いろんなことでこう助けてくれますから、もう大変です、これ疲れてますけど、これ今このことで私はとても苦しいんですけど、もう今日はこれ以上私は持て余すので、これは私はしっかり抱えたまま寝ますので、あとはよろしく導きをお願いしますというふうにですね、宇宙にお願いして寝ちゃうんです。で、サレンダーして任せていきましょう。そうするとですね、ちゃんと皆さんが宇宙にサポートを意識してお願いをして寝るんですよ。そして感情を休ませてあげましょう。リラックスしてスイートドリームを見ましょう。そうした時にですね、寝てる間に私たちは宇宙としっかりつながることができます。で、そこでですね、いろんなヒントでですね、起きた時にハッと、あ、こうできるかなっていうようなことを気がつくことが多いです。だから、悩みがあった時、うまく決められない時、苦しい時、その時一つの今年のね、このね、You are the boss になるためにすぐ決めないで、もういいやということで区切りをつけて寝る。そして寝る間は楽しむ。そして宇宙にお願いする。それがスリープオニットのメッセージです。そのことをしっかりと頭に入れましょう。私もそうしようと思います。はい、もう2枚。Accept the gift of the universe というカードが出ています。51番ですね。51番と次が15番で、これ6のカードなんですね。実は今年はですよね、今回どっちだったかな、15出てましたよね。で、6はラブなんですけれども、その前がデビルですから、結構面白いエネルギーだなと思いますけど、あ、このもう1枚の方は Ask your spirit helper なんですよね。だからこれ、似たようなエネルギーですから、一緒に解説しますけど、まずこの Accept the gift to the universe, of the universe というのは、宇宙のギフトを受け取りましょうということですよね。だから宇宙は私たちが望んでいるものは本当全て持ってきてくれます、でも受け取らないともらえないんですよ、で私たちは、私たちの多くがですね、自分は受け取る資格がないとか、そんなに望んじゃ自分勝手なんだって言ってですね、自ら自分を制限して受け取ってないことが多いです。ですから
このカードが来てるということは、もう本当に思いっきり私はその宇宙のサポートもギフトを全部受け取りますというふうに思いっきり自分で大きな声でそれを伝えていきましょう。ね、宇宙は無限のアバンダンスですから、私だけはこんなにもらっちゃっていいのかななんて思わないことです。もう皆さんが一人一人が豊かに生きれるだけの、ものをくれます。ですからしっかりと自分の夢を実現化するためにですね、Expect the best をしましょうね。ね、ちょっとこれはあまりにも asking too much かしらとかね、こんなこと、もしこれが叶っちゃったら私は、その後でひどい引き返しで罰が来るんじゃないかとかね、誰かこんなことしたら傷つけちゃうんじゃないかとかね、嫉妬されるんじゃないかとかね、そういうふうに私たちはついつい何か自分が受け取るのを恐れるような心癖を持ちがちですから。ね、そうではなくて素直に自分が望んでいるものをしっかりとアファメーションしてですね、そして受け取りますというふうにしっかりと受け取っていくこと、それがとても大事です。ね、ね、そして、この Ask Your Spirit Helper ですから、何か行き詰まった時に苦しくなった時、助けてくださいというふうにお願いをすることもとても大事です。何もかも自分でしようとしないこと、押し座はパイオニアですから、どうしても自分でこう頑張らなきゃってやりがちなんですけれども、ね、助けが必要な時はもう躊躇しないで助けを求めましょう。ね、そうすることでですね、なんて言ったらいいかな、実は私たちはもっともっと大きな、力と一緒になってコークリエーションできるんですよね。今皆さんはこのカード引くってことはね、今とても大切なチャレンジというかね、節目に来てるんですよ。だから何か皆さんのゴールをこうアチーブしようとするときに、ね、こういう援助が必要ですということを、必要だって分かったならばちゃんと伝えていく、そうすることでですね、何か求めた後でその場ですぐ叶わなくても、何て言うのかな、それであとは何かスタックしてしまって先に進めないような時が必ず来ますね。チャレンジが来るんですよ。特に牡牛座に天王星が入っていくとスローダウンしてきますから、で具体的にちゃんとデュラブルにね、具現化できないできるまで牡牛座は動きませんから、牡牛座の時のように押しても押してもっていう、なかなか先進まないって状況が出てきます、これからね。でそういった時にとても大事なことは、まず必要な助けがあるんだったらそれをちゃんと頼むこと、そして大事なのはね、そうやって押してもダメな時は引くことが大事なんですよ。ちょっともうその今押してることの息の力を抜いてプレイです、これね。そしてちょっとウォークアウェイですけど、こうそこからちょっと離れる。でもう確かにいろんなことやらなきゃいけないことがたくさん出てきますから、私も今の状況もそうですけども、でもそれやらなきゃあれやらなきゃってそればっかりフォーカスしてると、ますます気だけ焦って先に進みませんから、そうすると感情がイラついたりいろいろしてきますから、それよりもちょっとですね、一瞬手放してみましょう。そしてお茶を飲んでみるとか、ちょっとお散歩に行くとかね、深呼吸をするとか、瞑想してみるとか何でもいいんですけど、あとは何か自分の中で、この人ってピンときた人と話してみるとかね、あとは、おじいちゃんおばあちゃん、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんとかね、そんなような人とこうお話をしてみるとかね、こたりかけてみる、おじいちゃん今ちょっと私つらいんだけどとかね、どうしたらいいかちょっと分かんないから、よかったら夢で教えてくれないとか言いながら、寝てみるとかね、そういうことってね、結構ね
ヒントとしてたくさんいただけますよ。で、私もこの2年間ね、本当に毎日毎日を今を生き続けたんですけど、この4つのヒントはすごくピタッとそうだよなというのをもう一回思い出させてくれますので、そういったことを、ヒントにしながらですね、ぜひご自分で自分の人生を決めていくということを、この年はとてもフォーカスして、エクスペクトザベストをしてみましょう。そういうことで、最終的にですね、ネームやハイアーセーフというカードとレッドゴーが出てきました。これは逆位置で出てきたんですけど、ネームやハイアーセルフというのは面白いカードで、へえと思ったんですけど、35番ですから、まあ、8の非常にマニフェステーションの番号ですけども、ハイアーセルフの名前をつけなさいっていうカードなんですよ。で、このソニアさんはハイヤーセルフに名前を付けてるそうです。アダムだったかサムだったか忘れましたけど、で、何でもいいんですよ。だから今日は葵ちゃんと話してて、テディって名前付けようかなとかって言ってましたけど、ハイヤーセルフで HS でも構わないそうです。でも、何か自分のハイヤーセルフに名前を付けて、ハイヤーセルフといつもお話をする。例えば、ねえ、テディ、今日今私こういうことでちょっと辛いんだけどどうしようかなとかね、そういうふうに声を出してハイヤーセルフとお話をすることって結構ね、パワフルにしっかりといろんなことを感じ取れるようになるから、ぜひやってみなさいというカードなんですよ。で、ぜひやってみてください。私もぜひやってみようと思ってます。ね。そして、レッドゴー。これは29ですから、27は9で、まあ、最後のとこですけど、それでもね、先に進まないときは、あるときはやっぱり一番ベストな方法はもう手放すことなんですね。だから、どれだけ押しても引いてもいかないようなときは、一度自分のエゴを捨てて、もうこんなの失敗だ、なんだかんだじゃなくて、できないときはここでもう、なんていうかな、変に諦める、必要はありませんけれども、でも、頃合いを見て、ここじゃなくて違ったやり方とか違った方に行ってもいいんじゃないかなっていうこともあるかもしれません。だから、ここのいつ引き際が大事か、ね、レッドゴー、もうあれもこれもと全部追いかけるのではなくて、もうここはしっかり受け取って学んだなというものはレッドゴーしていく、それが今年はとても大切なんだと思います。で、何かきっとですね、今年はそういうことが起こってくるかもしれません。だけど、それは失敗でも何でもなくて、そこから一つ、これはもう、なんていうのかな、ドアをこう内側に引いて外に出ていくドアなのに、ね、引くドアなのに、押して外に出ようとしているような状況になっちゃうような時は、ね、こうドア書いてあるでしょ、そういう時は、あ、これは押すんじゃなくて引くんだなっていうことは、やっぱりそこは押すということを諦めるっていうか、手放すというかね、そういったことで今度引くことによって、なんか新しいドアが開いて、違う出口っていうか、違う道がついてくるようなことが起こってくるような一年になるんじゃないかなと思います。ね、ですから、ですね、いろいろあると思いますけれども、今年はとても大切な年ですよ。ね、本当2020年までの間で、今年のは本当にいよいよ本格的に、このヤギ座に星が集中してくれる、してくるエネルギーが入ってきますので、ノードも来年に入ってくるので、もう本当にこの1年は特に大事です。2019年がピークなんですけど、で、デッキの裏は、Stay in your own skin というカードが出ています。で、これも26で8になりますから、今回8結構多いですね。38、40も出てましたからね。だから今年はやっぱり具現化していくエネルギーとても強いですけれども、皆さんね。Stay in your own skin ということは、自分のこの皮膚の中にいなさいということですよね。で、このカード出てくるとき、私たち結構ね、周りの人のエネルギーにこう惑わされて、特にこう人の、悩みとかをこう同情してですね、コンパッショネートに思いやりを持つことはいいんですけども、でも誰かの問題を肩代わりして、その人のそれを解決しようとしないことです。もうサポートをしてあげたりとかですね、思いを運んであげることは大事ですけど、それをキャリーしないこと、ね、で、自分の領域というか、自分のことは自分でしっかりと自分の内側にいるということがとても大事なので、やっぱりグラウンディングしていくエネルギーがすごく大事だと思います。ね、
で、さあ、長くなりました。もう終わりにしましょう。最後のカードですね。ヒントのカード。こういうことを通してですね、おしち座の皆さん1年、とても大切なヒーリングのメッセージとして、Pay attention to your body というのが出ています。これとも重なりますね。結構ですね、今年は、皆さんいろいろ先に進んでいく中で、いろんな人とのその周りの人のエネルギーを受けやすくなります。だからこそとても大事なことは、頭じゃなくてまた感情ではなくて体がそれを教えてくれますから、しっかりと体に注意を向けましょう。必ず1日1回自分の体に今日はどんな感じというのを聞いてみましょう。いいですか？ね。毎日毎日違いますから。だから体の声を聞いて、しっかり観察して、そして肉体的、それから感情的、それからメンタルなもの、それから心理的なもの、そういうストレスが必ず体はそれを感じてきますから、それをしっかりと、そのストレスを与えちゃいけないんじゃなくて、そのストレスしている部分をちゃんとリスポンド、答えてあげる。で、そう、意識的にやりましょう。そうすることで、例えば、ゆっくり今日は休もうと決めて、あったかいお風呂に入るとか、ね、今日はしっかりと運動をしてみようとか、ストレッチをしてみようとか、そういうふうにして、体が教えてくれるストレスをしっかりとリリースすることで、体がリラックスしてくると、今度は感情とかいろんなものがスッとほどけていきますから、今年1年はですね、私も今本当に体のことがね、ちょっと去年後半体調崩しましたので、で今とても素敵な先生に巡り合ってですね、キネシオロジーとかいろいろ見ていただいて、だいぶ楽になってきてるんですけれども、本当に体が資本だしね、体と心と、ね、今言ったメンタルとサイコロジーとね、エモーションとね、本当にトータルにですね、バランスを取りながら、自分らしく生きていきたいなと思っています。ね、11はバランスの取れた、大事なゲートウェイの、番号ですね。今年はこの11がとても強調されている1年になります。どうかおしち座の皆さん、この、ヒント、これがね、いいヒントになってですね、おしち座の方、特に今年は大きな変化が来ると思います。ですから、この1年のオラクルカードリーディングが何かの指針になると嬉しいなと思います。はい、それでは最後まで聞いてくださってどうもありがとう。Thank you so much and so much love.